皇后杯3回戦4対0で勝利しました。まず試合を振り返ってください。そうですね、やっぱり相手が引いてくる中で少し難しい場面とかはあったんですけど、まあ、合計で4得点できたことはプラスに捉えていいかなと思います。はい、前半後半と清水梨紗選手右サイド駆け上がってのセンタリング何本もありましたけれども、どんなことを考えてプレーをしていますか？そうですね、まあ、前半は、右のウイングがもみだったんで、もうほとんど自分のタイミングで上がるっていうのを意識してて、で中のタナピーとかに合わすのをすごい見てました。で後半は一緒に組むのが日向になったんで、やっぱり日向のそのいいところを自分が消さないように上がるタイミングはすごい考えながら、まあ日向と喋りながら、日向のいいところを出せるようにって考えながらやりました。なんかすごい2人、宮澤選手と清水選手いい連携が何本もあって、まあ、クロス何本も上げてたんですけれども最後なんていうんですかね、清水選手からの、まあ、中へのクロス結構何本かあったんですけど得点につながらなかったんですけど、そこ改善点とか？そうですね、やっぱり中の人が結構今日はすごい入ってくれてたんで、まあ、自分のボールの質をもうちょっと上げればゴールにつながるシーンとかもあったのかなっていうのは思います。練習もたくさんしていると思うんですけれども、ちょっと3週間後、準々決勝になります。サポーターの皆さんに向けてメッセージをお願いします。はい、チーム全員で勝ちにこだわって優勝を目指していきます。これからも応援よろしくお願いします。